愛の失踪は、三島幸夫の長編小説。諏訪湖で漁夫をしている、貧しい素朴な青年と、湖の向こうに立つ、最先端の近代的なカメラ工場で働く、清純な娘が、様々な障害を乗り越えて、愛を育ててゆく、純愛物語。この若い二人に恋をさせ、小説にしようと企む男と、その策略を知った妻や、主人公たちとが複雑に絡み合う。 巧みな劇中劇の娯楽的な趣きの中にも、日本の小村の伝統的な暮らしや祭りの風物を背景に産業進歩に伴って失われてゆく湖の自然が描かれ、輝かしい近代化の先の未来が光ばかりだけではないことが暗示されている。娯楽的な作品ではあるが、その中に三島の文学観や人生観も盛り込まれており一風変わった趣きとなっている。 1962年、雑誌、婦人クラブ1月号から12月号に連載された。単行本は、翌年1963年1月20日に、講談社より刊行された。発表当初、映画化の企画があったが、実現はされなかった。三島幸男は、恋愛小説、愛の失踪を連載するにあたって、以下のように、新しさの意味について語っている。新しい女性、 新しい恋愛と一口に言うけれど、トレアドルパンツを履いて、すくすくを踊るだけが新しいというわけではない。昔から恋愛とそれに演じられた女性の役割は、意識的な革命家と8月で無意識のうちに社会の革命を将来したことである。近松の恋愛劇も、シェイクスピア劇に描かれた恋愛もそうであった。私は、 日本の社会の変貌とそのギャップに生ずる恋愛の新しい力を明るく楽しく描いてみたいと思っている。三島由紀夫、作者の言葉小さな反応反漁の貧しい村で暮らす田所周一は諏訪湖で漁夫をしている。諏訪湖の向こう側の下諏訪には数年前にできた近代的な白いカメラ工場がある。その デルタカメラは最先端技術で今では世界にその名を鳴り響かせ、諏訪工場はアメリカよりもモダンで最新設備が整っていた。周一は先祖代々引き継いできた漁夫の仕事に誇りを持ってはいたが、デルタカメラで働く垢抜けた美しい娘たちが眩しく見え、彼女たちの恋の相手には不釣り合いな自分の身に引け目を感じていた。農家の娘の正木美世は 松本市の高校卒業後、デルタカメラの工場に就職し、IBM 室でキーパンチャーをしている。毎日キーを叩いて、カードに何千何万と穴を開ける作業は、薬指が腫れづらいこともあるが、ミヨは何もかも清潔で明るい環境が整った、近代的な工場勤務に満足し、女子社員寮で同僚とも仲良く生活していた。しかしミヨは、 他の女子のように流行歌手や人気俳優には夢中になれず、職場の男子たちの気を照らった振る舞いや、流行の靴を自慢げに排敵を引こうとする態度にも惹かれなかった。上諏訪町に住む大島十之助は業協に勤める46歳で、同人雑誌歴25年の目が出ない小説家志望である。十之助は、都会人には欠けない美しい古刊を背景にした恋愛小説。 愛の失踪の執筆計画をし、中央分断を驚かしてやろうと意気込んでいた。十之助の妻は町一番の映画館のすぐ前で、喫茶店、ある値を開き、十之助の導入費用を出してやっていたが、売れない、小説道楽をやめてもらいたいと思っていた。ある晩秋の夕方、漁協からの帰り道、十之助が小説の構想を練りながら歩いていると、自転車で、 映画館に向かおうとする、田所周一と偶然会った。真面目に働く周一に前から好感を持っていた十の、助は、この青年に何か素晴らしい恋愛をさせてやればいいんだ、と急にインスピレーションが湧いた。十の助は、コーヒーをおごるから、映画の帰りに、デルタカメラの娘たちがよく遊びに来る、アルネにぜひ折りたまえと周一を誘った。周一は顔を赤らめた。 山野明の映画を見た後、周一がアルネに入ることに躊躇し、すぐ近くのバス停のベンチに座っていると、アルネから三人の美しい娘たちが出てきた。その中の嫁にも美しい色白の一人に周一は強く惹かれ、ベンチに座った娘たちの会話に耳を傾けた。娘たちは小説のために漁夫の青年を紹介してやると十之助に言われたらしかった。 周一の惹かれた娘の名は、まさきだった。下諏訪行きのバスが来た。周一はバスに乗るつもりはなかったが、なぜか自分でもわからず自転車を担いで、先に乗り込もうとしてしまった。車掌に乗車拒否され娘たちには現れてしまったが、その時に、周一をくぐり抜けて、バスに乗ったみよと目があった。その短い一瞬で二人は、お互い一目惚れしてしまった。周一は、 夢心地でアルネの扉を開けた。十之助は2階でマージャンをしていて、奥さんだけがカウンターにいた。夫の小説書きに反対の彼女は、周一が恋愛小説のモデルにされていることを全部ばらし、夫の企みの全くない場所でデルタカメラの女の子と引き合わせてあげると約束した。ある曇った日曜日の午後3時、周一は高島公園にやってきた。 アルネの奥さんから宝探しの合コンの知らせがあったのだ。時間になっても誰も集まらず、時々霧雨が降る中、周一は一人で宝探しを始め、赤いおはじきを見つけた。そして高台に登っていくと、そこに、まさきというあの娘がいた。ミヨも、周一を見て驚いた。二人は、お互いの赤いおはじきを確認した。バス停であったことを覚えていたかと聞くミヨに、 忘れるわけないよと思わず大胆なことを言う自分に、周一は驚いた。誰も来ない公園を二人は散歩し、自然に寄り添いキスをした。そんな二人の後を、十之助が尾行し観察していた。彼は、妻の策略を、あるねの階段の陰から盗み聞きしていたのだった。十之助は二人の順調なランデブーを壊すため、 国婦神社の前に止めておいた、周一の大切な自転車を盗んだり、貧乏な周一がミヨに引け目を感じていることを彼女に、教え、漁夫の仕事が見たいというミヨに付き添ったりした。しかし、自転車が盗まれ動転して、怒りを見せる真剣な周一の顔や、汚い身なりで、生き生きと働く漁夫の姿を見たミ代は、立派に生活と戦っている男らしさをそこに認め、逆に、ますます、 周一を好きになった。女将渡りが見られなかった、スワコもやっと1月下旬に氷結した。魚の採卵の仕事に忙しい合間を縫い、周一は、ミヨとのスケートのデートを楽しんだ。2月下旬、もうスケートのシーズンは終わりかけていた。周一が、表情の穴から、小指を釣る仕事を終えたとき、ミヨが周一を目指して一気に滑ってきた。ミヨは、 途中から岸を歩くのを止め、恋人、武田勝頼のために、諏訪湖を飛んでいった、八重垣姫さながら、スケートで周一のもとへ飛んできたのだった。キスをし、表情で愛の失踪する幸福な二人の周りの氷が溶け崩れ始めた。危機の、その瞬間、お互いを気遣い見つめ合う二人の間に、本当の愛が確かめられ、絶頂と恐怖の表情に周一と美世は取り残された。 その時、騎士の貸しスケート屋には、水産庁の役人の案内役を頼まれた銃の女夫婦や二流の温泉旅館、白金草のゴシップ好きのバーがいた。ボートで助けられた周一と美代を待ち構えていたのは、地元の諏訪新聞の記者や大勢の見物人だった。白金草のバーが電話で呼んだのだった。銃の助はこの騒ぎを利用し、二人の交際発表の 記者会見を小屋でセッティングした。翌日の諏訪新聞に、諏訪湖に、春の訪れやベックスケーターを飛んだ5男、愛の失踪中の出来事という見出しで、二人の写真入りの面白半分の記事が出た。周一と美代は、どこへ行っても冷やかしの的となった。周一の祖父は喜んだが、気真面目な母親はこのスキャンダルに起こり、白金層のバーが吹き込んだ嘘の陰口で見よう。 あばずれだと思い込んで、息子の恋を禁じた。二人の仲はだんだん周囲の目や圧力に負け、気まずくなった。あんな貧乏漁師なんかと、本気で恋愛なんかしていいやしないわ、とみが言ったという噂を母から聞かされ、周一は打ちのめされていた。疎遠になった周一とみおのために、5月の下諏訪神社のお柱祭りに銃の女夫婦はみおを誘った。 奥さんの秘密裏の助言で、周一が、神足路の方の参加をやめ、下者の祭りにしたことを十之助は感づいていた。お柱の上にまたがっている、若者の中に、勇敢に中腰で立つ周一の姿があった。滑り転がり落ちる周一は、三代の見ている前で死んでもいいと思ったが、怪我もなく無事だった。しかし十の女夫婦の期待にもかかわらず、祭りの直後も三代は、 周一と会うきっかけがつかめなかった。二人は相手のことを忘れようと諦め出し、季節は夏になった。夏の休日の最初の日、ミオは一人でピクニックに行くため、霧ヶ峰行きのバスに乗った。ミオがバスに乗り込む姿を、ちょうどコーヒー豆をあるネに仕入れている雑貨店、緑屋の王と三輪の助手席にいた大島夫人が見かけた。彼女は緑屋の小僧に命じ、 急いで周一の家へ向かい、夫、十之助が既得だと嘘をつき、周一を車に乗せて、ミヨのバスを追跡させた。奥さんはミヨがバスを降りた場所で、最後のチャンスよ、と周一を励まし、置き去りにしていった。周一は、ミヨの名前を呼び、後を追った。自殺するつもりだったミヨは逃げたが追いつかれた。周一は泣いているミヨを抱きしめ、二人は初めて結ばれた。ミヨに、 純潔の印を見た周一は結婚を誓った。環境が違う二人の結婚の現実性に悩む美よに工場の門営で、そこの元地主のおじさんが相談に乗ってきた。おじさんは、周一の就職を会社に口聞きしてもいいと言った。さらに十の女夫婦の計らいで、周一の母親の美よに対する誤解も解け、祖父の中言によって、周一も衰退してゆく。 諏訪湖の漁師の仕事から、デルタカメラの配送部の仕事に転職することになった。二人の間の障害や、生活の問題も解決し、簡素な結婚式を挙げた。周一は、美代と一緒に、会社の新婚寮に住むことになり、諏訪神社の秋宮に、お参りした。二人は、希望に満ちた顔で、白いモダンな工場を見上げた。と、ここまで書いて、大島十之助は、 こんな小説のラストに何か物足りないような気がし、デルタカメラの御用小説のような感じがしてきた。そこで、ふと長官を見ると、東京のある会社のビルから文明病を患ったキーパンチャーが飛び降り自殺をした記事があった。ピンときた十之助は物語の最後の部分を書き直し、周一と美代が未来の光に包まれて眺める工場の6階の窓から何かが落下し、 二人が抱き合って怯え、工場へ向かって、救急車が走るラストに変更した。愛の失踪は、登場人物の関係図も、金機の配置と類似したものが見られ、小説家の大島十之助が、青年の田所周一に目をつけて、裏から観察して操ろうとするところや、大島夫人を周一の被護者として配置させているところ、などにも共通項がある。また、 読み物として、娯楽的な思考の中にも、三島の人生観や文学観がさりげなく書かれており、最終章には、こういう天才は若字にするのが普通だが、47歳になって、まだ生きているところを見ると、何事にも、例外というものはあるらしいなどという意味深な文も、参見される。清水義則は、三人章で進行する通常の章に間に、登場人物のうちの三人が、 一人称で語る章が入れ込んでいる点に着目し、その普通の小説には見られない形式を、これだけでもちょっとした実験であると述べ、その認証違いの章をうまく書き分けるだけでもかなり難しく、それを破綻なく小説の中に組み込むのは至難の技であると解説している。また清水は主人公二人と彼らをモデルに小説を書こうとする作者と、 作者の思い通りになりたくないと考える。主人公というメタフィクション的な複雑な二重構造について説明しながら、どう考えてもこれは三島由紀夫にしては軽い通俗恋愛小説なのだが、この構造を持っているところがただものではないわけだと述べ、例えば小説のヒロイン、ミヨが作者、大島を意識し、クソ、作者が私を観察してやがる。 と思う登場人物の心理を、続々してしまうところだとしてあげて、以下のように表している。こういう手は他にはあまり見たことがない。うまいものです。そういう際どい遊びをやりながら、物語は最後までよくできた、恋愛物として成立している。うまいといえば、風俗や、時代性の取り入れ方も見事なものである。都会と田舎の問題、時代の変化という社会性までもが、 実に巧みに組み込まれている。素直に脱帽するしかない。清水義則、二重構造小説の企み、横尾忠則は、三島が、随筆、ポップコーンの心霊術、横尾忠則の論の中で、幼い頃に、便所で見ていた、変能湯の瓶のレッテルについて回想している以下の、ような箇所を引きながら、この、愛の失踪という小説が、登場人物、 大島十之助が書いている小説だという、入れ子構造になっている点に触れて、三島のモノマニアックな趣味が導入されているとし、そこがこの小説に不思議なマジカルな空間を張り巡らしていると評している。変老湯のレッテルには、子供にと、捨て最大の宇宙的無限の謎を誘起する。当時流行りのデザインがあったかもしれない。それは、人が何か手に持つている図柄の中に、また、 人がそれを持つている図柄があり、その中にまた、人がそれを持つている図柄がある、という無限少数的なデザインである。そういう、悲しくなるほど永遠に遠ざかりしんまつてゆくものを暗示したデザインこそ、あの紛霜と変能湯の匂いの中で鑑賞すべきもので、あったのだ。三島幸夫、ポップコーンの心霊術、横をただの理論また横尾は、主人公の周一と三代が、小説家、 大島の策略の思惑から逃げてやろうと企む。ところは、作者、三島自身が様々な小説を執筆中、思惑通り、登場人物が動いてくれず、彼らが独自の行動をし始めるという体験を、図らずも告白してしまっているようだと考察している。そしてこの小説の最大の見せ場は、この、十の助の小説の題名を、三島由紀を愛の失踪と、 三島自身がパクってしまうところだとし、それを歌舞伎の舞台で三島雪を噴する大泥棒の石川五右衛門が大見得を切ったように思えると例えて、そういった三島の遊び心やお茶目な性格が垣間見られ、同じ小説家の大島十之介という登場人物をもてそぶところが面白いと評しながら、それは三島の大嫌いな想像力の欠落した。 死小説作家をカリカチュアライズしてひねくっていると説明している。ありがとうございます。